速稼塾の久保でございます。今回の花龍馬シリーズ、そう、信頼っていうキーワードで、最近続いてるんですけども、まあ、信頼をね得るためにはどういうことすればいいんですかっていうものがあります。まあ、信頼を得るためにやることっていうのは、まあ、結構ねあるんですよ、でその前提としてですね、まあ、ビジネスには信頼が絶対不可欠だと思うんですよ。信頼していない人とビジネスはできませんし、金銭の貸借関係も成り立たないと思うんですよね。でやっぱりね、信頼信用っていうのはかなり私たちの人生に関わってくるんですよね。まあ、それを前提として、じゃあどうやったらその信頼が築けるかってことです。一つは学歴なんですよ、ね、だから単純に考えて、学歴のある人とない人どっちを信用しますかってことですよね。高学歴であり、例えばね東大卒とかね、京都大学大学院教授とかね、どうでしょうか。こういう肩書がついていたら、まさかあの東大や京大がこんなことをするわけないだろうっていうふうな前提が成り立つんですよね。まあ、ですんで、いまだに学歴っていうのは何もない人にとってはものすごく大きな武器になります。その学歴というものを長い年月作り上げた先輩方のその意向を借りることができるからなんですよね。でも学歴なんて関係ないと言い放つには、じゃあ自分がそれに見合った利益を積んでる必要があります。そこまで素晴らしい人生を歩んでる人いるんでしょうか。私はなかなか言えないんですけども、東京大学とかね、京都大学、まさに有名大学だけを挙げつらうわけではないんですけども、ただそういうところを作り上げた人々、歴史を作り上げた人々、信頼を構築した人々の仲間に生徒として入っている、関係者として入っている、そういう人たちと比べて、私のなんとね身分の低いことかっていうのは謙虚に思いますね。ただ同時に負けてたまるかって気持ちがありますんで、学歴じゃない部分で勝負しようかなと思ってますけどね。でもやっぱり客観的に見て、何も前提がねない方が私のほどを信頼するか、東大生というね肩書がついた人を信頼するか、これは火を見るよりも明らかですよね。まあ、もしくはね、学歴じゃなくても職歴ってものもあります。じゃあアップルという会社があります、グーグルという会社があります、そこの社員だよという人と、小さいながらも会社の社長である私と、世間がどちらを信用しますかね。ちょっとこういう事件ありましたよね。グーグルの社員ですみたいな形でいろんなオフィスの写真を合成して成立して、そして巨万の富を築いた人いましたよね。嘘つきめと言われてましたけども、あの人は今でも活動してるらしいです。すごいですよね。嘘がバレても信頼はなくならないというね、不思議な構図ができてますよね。この人なら何かをやってくれるかもしれないっていうところまで突き抜けたから、多少の嘘はアクセサリーというふうに思わせてるんじゃないでしょうか。まあ Google の社員を名乗るところで多少の嘘というふうに思われているかどうかっていうのはね、私には想像できませんけども、ただ未だに商売が続いてるってことは、そういうことも込みでこの人を信頼してるっていうふうに思わせるってことなんでしょうね。すごいですね。まあこと信頼っていうのはね、こうやって学歴や職歴というふうに形作られるように、それまでのその人の生き方がこれからのその人の生き方に強く反映されるってことの一例だと思うんですよ。まあですんで、何もなさなかった人に信頼関係を構築することは非常に難しいです。まあですんでね、信頼関係を構築するために何もない人がやるべきことっていうのは、これからこうしていこうと思うんだっていう宣言なんですよ。例えば事業を始めました、ビジネスを始めました、無認可でやるんではなくて、少なくとも個人事業主としての登記をするとかね、法人を作るとか、株式会社の代表ですっていうだけで、何もしてなくても、今まで何の実績がなくても、あ、そのぐらいまでビジネスに腹をくくってるんだなっていうふうな先入観をつけることができるんですよ。これは時とともに徐々に失われていくと思いますけども、まあでもね、何もない肩書きもないまっさらな人よりも、会社を始めましたって言った人の方がなんか幾分腹をくくれてるような気がしますよね。で、あと資本金の関係あります。会社の資本金今1円でできるんですけども、1円でもできる資本金のところにあえて1000万つぎ込む、そんな資本金を投じて会社を作る人どうですかね。いわゆるここではお金の力が信頼に結びついてくるってことが分かります。じゃあ10億円の資産を持っている人に10万円貸すのと、お金が1円もない人に10万円貸すのと、どっちがより安全だと思いますかっていうのもね、信頼の作り方なんですよ。ですので、
金持ちであるってことも信頼構築に非常に重要なファクターになります。でも金がなくったって信頼構築ができるんですよ。それは誰かを稼がしているっていう信頼ですよね。ですので自分にお金がなくても、ともすれば自分に借金があっても、人を稼がしてるっていうこと、その実績が積み重なっていけばどうなるかというと、客観的に見て、あ、この人は自分が稼ぐことよりも人を稼がすことにもう優先順位を置いてるんだなってことで安心して近づいてきてくれるんですよ、ね、だって自分のことを稼がしてくれるんだったら、その人が借金があろうがどうしようが別にどっちもよくないですかってことなんですよ。もちろん借金がない状態でプレイヤーとしても稼いでいて、しかも人を稼がしてくれる人、これがベストですけどね。でも少なくとも、人を稼がすべき立場の人がお金に困ってるって状態だとなかなかね、とっつきにくいですよね。まあいろんな要素がありますけども、信頼を勝ち取るためには今まで何をしてきたのかってことと、これから何をしていくのかってこと、そしてその人が実際にね、どのぐらい腹をくれてるのかっていうふうなところ、まあ、様々測るところがあるんですよね。で、私のスタートラインも赤字麻雀店の、まあ、オーナーでした。で、速稼塾というものを立ち上げた時には十分借金があったわけなんですよね。しかも一人たりとも稼がしたことがありませんでした。じゃあなんでね、最初から50名もの生徒さんがついて、そして1ヶ月の売り上げが80万になったのかということなんですけども、これは一人にですね、自信を持って話したからなんですよ、ね、自信を持って話せば人の不安を消すことができます。少なくとも和らげることができるんですよ。この人なら何かやってくれるかもしれないって思っていただくことが大事なんですよ、ね、ですんで一人前という言葉がありますけども、これはね、人の前に立って話すっていう意味なんですよ、一人前っていうのは、まあ、ですんで YouTube で顔出しをしている人っていうのは、顔出しがどうしてもできない人よりはかなり有利なんですよ、ね、それこそ顔出しをできない人にはいろんな事情があります。単純に顔が悪いということもあるかもしれません。喋りがいけてねえって方もいるかもしれません。会社との関係があるから顔出しをするとちょっとね、私は公務員だからどうもねって方もいるかもしれません。まあ、でもよく考えてみてください。会社勤めをしながら YouTube で顔出ししてる人は山ほどいます。公務員でありながら顔出ししてる人山ほどいます。何か問題起きてますかね。顔が悪くて出てる人もいます。いや、逆に顔が悪くって頭がハゲていて借金が3000万あって27歳みたいな人がむちゃくちゃアクセス稼いでるんですよ。話してる内容ははっきり言ってね、大したことないです。ビジネス的にもあんまり意味がないです。でもなぜかそういう人のアクセスが私の数百倍なんですよ。いや、これはね、人に負けたなと思うわけですけども、その人の動画を見て結果を見れば、なんか借金があってハゲてた方が顔が悪い方がもしかして有利なんじゃないかと思うぐらいです。つまり何が言いたいかっていうと、自分の何に視聴者さんが価値を感じるかっていうのは、今までいろいろお話しましたけども、わからないってことなんですよ。やってみなきゃわかんないんですよ。だって養子に自信がなくて、会社からも禁じられていて、しかも借金があって人を稼がせることができないよと、トークも下手だよって方が素晴らしい実績作ってるんですよ。何なんだこれはと思いますよね。これは一重にですね、もしかしたら自分よりも劣ってる人が頑張ってるところを見ちゃったというふうなね、人のちょっと意地悪な心理にまさに結果がついてきてるってことじゃないかなと思うんですよ。優秀な人を見たいっていう、そういう気持ちもありますけども、優秀な人よりも自分よりも劣ってる人を見て自分が安心したいって気持ちがあるんですよね、まあ、そういうところにうまく入ることができるんで、例えばね、まあ言い方すみません悪いんですけども、なんか顔の悪いブスでデブなタレントさんでもものすごく人気者っていらっしゃいますよね。ちょっとお名前は出しにくいんですけどね、ものすごく話題になって好かれてる人っていますよね。だから結局ね、社会的に美しいとか優れてるとか劣ってるとかっていうのは、実はね、発信する勇気に比べたらそんなにね、大したことじゃないんですよ、まあ、ですんで自分に自信がない人ほど新しい世界、つまり YouTube の世界に飛び込んでいっていただきたいと思います。なぜなら今まで YouTube の世界、 YouTube のない世界で自信を奪われてきたんですよね。じゃあそういうところとは全く違うYouTube という世界に入っていくことによって、この世界はね、
あなたを非常に温かく迎え入れてくれるんですよ。なぜなら多くの人が見たくないというふうに思えばアクセスが高まらないんで、あなたは見られる心配恐れる必要がないんですよ。だって会社の人に見つかったら嫌だなとかって思っててもアクセスが10でしょ、会社の人に見つかんないですよ、ね、で自分のこの姿を見られるのが嫌だな、でも勇気を持って顔出しようかなと思ったところでアクセス10万20万いきますか。要するに世の中の人のほとんどの人はあなたにまだ出会えてないんですよ、興味がないんですよ、評価を恐れる以前に全然見られてないんですよ。ですんでやったもん勝ちなんですよね。で YouTube をやればやるほど経験値が積んできて自信がついてきていろんなことに気づきます。要するに学歴とか職歴に変わる YouTube 歴が積み重なっていくんですよ。いやそうなるとですね、アクセスが一桁なのに発信が100、200ある人、そういう人を見てこれから YouTube 始めようかなっていう人がわあこの人すごいなと頑張ってるなというふうな信頼になるんですよ。どうですかね、最初からアクセスが10万20万あったらそれはね人は辞めないですよ。でもそうならないからほとんどの人は辞めるじゃないですか。でも逆にアクセスが取れてないのに動画を1000本2000本作ってますっていう人、これはこれでものすごく信頼できるんじゃないですかね。結果を恐れずにやり続ける、こういったところに人は信頼ってものを置くんじゃないかなと思います。結果が出てれば続けて当たり前なんですよ。だってそれが収入源になるわけでしょ。収入源にならないのに忙しい中で動画を出している、しかも自分に自信がない人が頑張ってやっている、そういうところに人は勇気づけられこの人についていこうと思って信頼する、そんな考え方もできるんじゃないかなと思います。花の山さんはどういうふうにお考えでしょうか。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。